ツポレフ134-134ロット、ポーランド航空ツマイナス134ツマイナス134は、ソ連の航空機設計機関であった、ツポレフ設計局が開発した単中距離用のターボファンジェット総発旅客機である。NATO コードネームは、クラス T が割り当てられた。ツマイナス124の改良型として開発が始められ、初飛行は、 マイナス百 124A として1963年7月29日に行われた。量産型マイナス百134の初飛行は1965年である。マイナス百124のエンジンは、胴体は木にあり、客室の快適性は高くなかった。マイナス百134では、リアエンジン方式を採用し、胴体後部に移したため T 字尾翼となり、外見上は、 フランスのカラベルやアメリカのダグラス DC-9 に似ている。主翼の後体格は35度。初期に生産された 2-134A は、機種部分が爆撃機のようなガラス風防になっており、運航乗務員の座席が用意されていた。後に量産された機体は、機種仮面にレーダーが装備されたが、生産された多くはガラス張りの機体であった。 また胴体が細いため DC-9 とほぼ同じ大きさでありながら乗客数はさほど多くなく最大でも100名弱程度である。なお、西側諸国の同時期の同規模の機材に装備されていた機内オーディオシステムやオーバーヘッドストレージは装備していない。累計で1000機以上が生産され、アエロフロートソ連航空だけでなく東欧の共産主義国などに多くが供与されたため、 多くの共産主義国の国営航空会社の主力機種でもあった。また、一部は空軍などでも運用された。製造は1984年に終了し、現在では老朽化が進んでいること、また騒音に関して、現在の環境基準をクリアできないことから、同時期の西側のジェット旅客機同様に退役が進んでいる。スマイナス134を導入した。 航空会社の国しかしながらロシア等旧ソ連圏では現在も多数が定期便で運用されている。これは後継機の導入が遅れているためである。これらの機体は各航空会社の主力機として日々整備の上飛行しているが経年数を考えると運用限界は近づいていると言わざるを得ない。アエロフロートロシア航空からは以前運用していた機体の大半は退役した。 その他、日本近隣では朝鮮民主主義人民共和国の高麗航空でも就航している。日本への飛行実績はほとんどなく、また環境基準に適合しないため現在では、飛来自体が不可能である。製造元のロシア国内では最後の運用者だったアルロサ航空での運用を2019年に終了した。これにより、つマイナス134の確認できる。 定期旅客便の運航は消滅した。つイナス百134機種のガラス風防石つイナス百 134B は、胴体下部に増装タンクがあるため膨らんでいるのがわかる。ありがとうございます。